汚れても差し支えないタオルで水気を拭き取ります。ドライヤーでしっかり乾かします。まとまりのある髪に仕上げるコツは、内側から指を入れて円を描くように毛先に向かって指を通します。手の動きと合わせてドライヤーを当てていきます。最後に冷風で仕上げるとスタイルが長持ちします。